ついつい相手を批判する心と自分を責める心、そうなんです。そういう仕組みなんです。人の心ってのは。だからこういう刃だと思ったら、自分を守るために相手を刺す。ですよね。はい、そうしたら当然刺された方は怒るわけね。ショックを受けてるわけね。そうすると人間の中に今度は敵を打つと。反対に敵を取ると。だから売られた喧嘩を買うじゃないけどさ。そういう分の心があるわけ。誰しも。それはその場で反論する場合もあるし、じっくりじわりじわりゆっくりやる。ゆっくりやるとなんかそれをいじめと言ったりする場合もあります。だからゆっくりやると関連性が見えないから。今ここでなんかパチンとやられたらパチンと返すったら分かるでしょ。お前が先で出したからだ。でもそうじゃなくて心の世界だったら何かやられた時に何か悪口言われた時に、でもその時は我慢をするところ。でも後からゆっくり1ヶ月後にはかかった敵を打つかもしれない。その時に関連性が見えないから、どっちそのやってる方が悪いと思っちゃうから、実は誘うともっといろんな行き先があったりする場合がある。まあそれが一つね。もう一つはあんまりこう人をやるとって肩敵ね、後から肩を打たれるから、今度は自分に向けると今度は自分を刺すわけ。自分で俺はダメだ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 って自分を責める心、これがうつ病になったり心の病になる原因だったりする。相手を責めると敵になる、自分を責めるとうつになる。どっちも良くないよね。じゃあどうしたらいいか。そしたらこの矢、ね、ここの矢刃向こうに向かっていく、これはエネルギーですから。これがエネルギーだから。だからエネルギーを落としちゃったら、ね、そういうパワーが出ないじゃないですか。だからそのエネルギーを、この矢刃をこれを栄養ドリンクに変えればいい。栄養ドリンクに変えたら相手に飲ませたら相手は元気になる。自分が飲んだら自分が元気になる。その栄養ドリンクが真価の覚醒目覚めだというふうに思ってください。そうしたら自分の心が栄養ドリンク、愛に変わってきて栄養ドリンクに変わるわけ。だから思いっきりやってても相手は元気になるだけ。思いっきりやってても自分も元気になるだけ。まあそういうことなの。それをやってるっていうことでは。そういうことです。そういう仕組みなんです。